アルファだったら救えたのか。どんだけあがいたところで俺はオメガの特別にはなれない。十分思い知ったはずなのに、俺はオメガを守りたかったベータ、ベータに裏切られたオメガを描いた草火ケリが紡ぐ声援のオメガバース待望の続編がドラマ CD 化。狂い泣くのは僕の番。ベータ1。俺はもうお前には触らない。過去の過ちからオメガを敬遠するベータ宇藤慎吾。あんたなんか、あんたなんか大嫌いだ。ベータを蔑み愛に無知なオメガ笹部澄人。お前にだったらもう何されてもいいよ。かつて体を駆使してのし上がったオメガ烏丸雅。あなたがいてくれればそれでいいんです。烏丸の部下でつがい相手のアルファ高場圭介。もう二度と干渉しない、そう決めたはずだ。でもそんなのは何にもしてやれなかったことへの言い訳に過ぎねえだろって、性別言い訳にして逃げたんだろって、ひどく責める自分がいる。もう二度とあんな思いは嫌なのに、この温度に味を占める前に軽蔑して拒絶してさっさと俺のことなんて見捨てろ。まさかとは思いますけど、うちの新卒に昔の烏丸の真似事させようとしてんなら論外っすよ。絶対に嫌。でも気づいたことがある。本当はこの手が温度が好きだ。でも「フィフス・アベニュー・プレゼンツ」ドラマ CD「狂い泣くのは僕の番」ベータ1。出演新垣樽介、小林雄介、白井雄介、古川誠。2018年4月18日発売。ドラマ CD の発売を記念して原作草火ケリサイン会開催。さらにイラスト展&コラボカフェも決定。詳しくはフィフスアベニュー公式ホームページをチェック。あんたが